おはようエクスプレス、おやすみエクスプレスは、西日本旅客鉄道が、北陸本線鶴ヶ駅金沢駅間で運行する、特別急行列車である。主に、北陸本線沿線の通勤客を想定して、設定されている列車であり、かつては、金沢駅伊東や七尾線でも運転されていた。特急、サンダーバード、白鷹のマーユニオとして、 オハヨーエクスプレスが2001年10月から、福井駅、金沢駅間で運転を開始して以降、北陸地区での運転が拡大されていた。平日の早朝、夜間に運行される、ホームライナー的な性格の通勤列車である。最盛期には、福井駅、白駅、七尾駅の3駅をそれぞれ始発とする金沢駅、オハヨーライナーが運転されていた。 この列車の運転開始以前には485、軽電車による快速列車や急行、ノトロが運行されていた。2010年3月13日のダイヤ改正で、7尾線のオハヨーエクスプレスが廃止され、和倉温泉に駅発のサンダーバードの発車時刻を早めることで、代替されている。2015年3月14日に、北陸新幹線長野駅金沢駅間が、 開業した、際のダイヤ改正で、金沢駅と山駅、白駅間を運行していた、オハヨーエクスプレスが廃止され、金沢駅福井駅間のみの運転となった。また、金沢駅と山駅白駅間については、IR 石川鉄道、愛の風と山鉄道による、全車指定席の愛の風ライナーで代替される。2019年3月16日のダイヤ改正で、 おはようエクスプレス、おやすみエクスプレスの運転区間を、鶴ヶ駅まで拡大し、3月18日より運転を、開始した。列車名を表す表示幕と行き先表示期2019年3月16日、現在の運行外況は次の通り。おはようエクスプレスは、鶴ヶ発金沢行きが、朝のラッシュ時に一本、おやすみエクスプレスは、 北陸本線金沢発敦賀駅が夜に一本運転されている。いずれの列車も土曜日、日曜日祝日、年末年始は運休する。敦賀駅、竹尾駅、鯖賀駅、福井駅、粟良温泉駅、大正寺駅、加賀温泉駅、小松駅、金沢駅など、七尾線や金沢駅伊東の北陸本線で運転されていた、当時の停車駅はそれぞれ以下の通りであった。 2016年3月のダイヤ改正以降は、金沢総合車両所に所属する681系、電車、または683系電車の付属編成3両が、充当されている。全車普通車自由席で、指定席やグリーン車は連結されていない。なお、2016年3月のダイヤ改正までは、 スイタ総合車両所京都市所に所属する681系電車、または683系電車の付属編成3両が、充当されていた。2015年3月のダイヤ改正以前まで、運転されていた、オハヨーエクスプレスの白駅金沢駅間で、運転する列車には、当時、白鷹に用いられていた、WN 編成が充当されていた。ありがとうございます。